それじゃあ今から10分ということで時間を計ります。どちらかの戦闘不能か戦意喪失で決着。禁じ手は恋の。いつからシギルを使っていいんだい？いつでもいいぞ。それではお前のシギルの発動を開始の合図とし、行くぜ。犬飼の言った通り、反射と思い切りはいいようだな。悪くはないないが、同盟者としてはやや物足りんな。これから楽しませてやるよ。まさにこれからだぜ。やりすぎたか。これぐらいで死ぬ相手とは思えねえけど、やっぱりね。やはりよくかわす。反射のいい銃使いは格闘家の天敵だが、この距離に反応できるか。すげえバトルじゃねえか。シギルありだとここまでやり上がるのか。だが師範はシギルを一度すら使ってねえぞ。ここからどうする？初めて見たな。お前の隠し玉か。さてね、他にもあるかもよ。素晴らしい。なかなか楽しませてくれる。くそ、こっちも決め手がねえ。手榴弾でもう一度。まずい、タイミングを読まれた。おいおい、マジかよ。おい、では行くぞ。これ以上は無慈悲が過ぎるか。これは格闘技の試合じゃないぜ。バカ、芝生。オールアイアン、我が高度はタングステン光に勝る。手榴弾はブラフ、本命はフラッシュバンカー。 A ランカー相手に渡り合ってきたのはまぐれではないようだな。今時自爆とか流行んねえよ。でまだ続けるかい？いいだろ、合格だ。お前を対等なる同盟者として認める。だがもう少し楽しみたいだろう、カナメ。こっちは楽しくなんてねえって。嘘だろ、